ジークムント・フロイト博物館、庭の方向からの眺め通りの方から見た、フロイト博物館、ロンドンのフロイト博物館は、ロンドンの北部ハムステッドのマレスフィールドガーデン20番地に、ある。1938年、精神分析の創始者フロイトは、マリー・ボナパルトの支援により、故郷の町委員からここに逃避してきた。ジークムント・フロイトは、 ユダヤ系の羊のためのアーチスドイツにより、オーストリアがドイツに併合されたためウィーンを捨てて、ロンドンに移り住むことを余儀なくされた。彼は、ロンドンでも、最も知的な印象の強い地域であるハムステッドの、マレスフィールドガーデン20番地の家に、翌年死去するまで居住した。フロイトは、この地に来てからも、彼の研究を継続し、モーゼと一神教はここで完成したものである。 女性の精神分析家の先駆けでもあったフロイトの娘、アンナ・フロイトは1982年亡くなるまでこの家に住んだ。彼女が亡くなって4年後、彼女の意思によりこの家は博物館として一般に公開されることになった。開館したのは1986年である。フロイト博物館としてはこれが最初のものになる。通りを挟んで、 反対側がアンナ・フロイトセンターである。子供の精神的発達、精神療法についての研究と専門家の研修機関である。こちらの地盤はマレスフィールド・ガーデン12番地になる。フロイトは自身の家具や生活調度品をロンドンに持ってくることができた。博物館の展示物の一番の見物はフロイトが 精神分析の面接中に患者を横にならせたガウチである。それと並んで18世紀から19世紀のビーダーマイヤー様式の長持ち、机や戸棚、絵柄の描かれたオーストリアの農民家具などが見られる。博物館はフロイトの古代エジプト、ローマやオリエントの考古学品や文献のコレクションも所有している。コレクションの中には サルバドールダリによるフロイトの肖像画もある。他には、家族写真のコレクションや、ファミリームービーなども見ることができる。博物館は週に5日間だけ開館している。研究プログラムや、その公開、またセミナー、研究会、博物館による特別なガイド企画なども、催されている。この博物館は、ロンドン健康と、医学博物館というグループに参加している。 ここの他に、ウィーンのジークムント・フロイト博物館とチェコのプジーボルにも、フロイト博物館がある。エリザベトル・ディネスコ、ジークムント・フロイト伝道時代のフロイト、現代のフロイト講談社2018年、P479、アバウト・ザ・ミュージアム・オブ・ジェル・フェニエム1、フェブルア2008。ありがとうございます。